はい、良い子のみんな、お相撲は親御町のお兄さん、ヘビリンだよ、チェーキというわけでございまして、改めましてこんにちは、国光綾乃ですというわけでございましてですね、今日も大相撲の今日の親御町、この豚野郎ってそういうこと言ってはいけませんと、何度言ったらわかるんですか、めというわけでございましてですね、始まってしまいました。今日はですね、令和3年11月18日ですね、大相撲九州場所の5日目が終わりました。そしてですね、明日の19日ですね、大相撲の九州場所の6日目があります。そのですね、6日目の幕内20番の割が出ておりますので、ちょっと紹介しておきましょうか。始めますよ。はい、幕の内20番です。千代丸に海星、佐田の海に阿炎、輝きに松鳳山、千代の国に栃ノ心、石浦に天空海、千代大龍に豊山、碧山に琴ノ若、北勝富士に英乃海、照強に翔猿、志摩ノ海に琴恵光。はい、後半戦に入ります。高安に宇良、千代翔馬に豊昇龍、玉鷲に遠藤、阿武咲に若隆景、逸ノ城に霧馬山、御嶽海に小林さんちのおげいちゃん、大栄栄店に武細工野郎、後付けジェネリック大関に隆の勝、宝富士にヤクルト野郎、糖尿野郎に沖の海の合計20番になっております。さあ、そしてですね、明日のちょっとピックアップを見ておきましょうね。はい、このようになっております。はい、まずですね、石浦君に天空海君となっておりますが、ここはですね、まず天空海君がですね、立浪部屋ということで、立浪部屋はお金誰が出してます、ファン太郎ですね。そして石浦君は誰がお金出しますかね、石浦校長ですね。この2人がどっちがお金を出しているのということでございましてですね、考えるとですね、あの明日はですね、明生君が勝たなくてはいけないことになっておりますので、とりあえずですね、石浦君はお金をもらって転ぶんじゃないのというふうになっております。ファン太郎君お金出してますね。はい、その次ですね、千代翔馬君と豊昇龍、おいっ子ちゃんですね。さあ、これ大変でございます。なんとですね、このモンゴル50回モンゴル同士でやらなくてはいけませんね。やっぱりここはですね、一番お金を出してくるのはこれファン太郎君でございますね。ですからこれも親御長ということになっております。親御長、こういうふうになっておりますね。はい、そしてですね、じゃあどちらが勝つかっていうとですね、これはですね、まあ、やっぱりあのあれだと思うんですよ。この先輩後輩相通じで、明日はですね、あのモンゴルケタグリ野郎の方が勝つことになっておりますね。そしてその次に、モンゴル食べ過ぎ野郎とメイドインモンゴルキリガニミネちゃんがやるわけですね。ここも白鵬ちゃんのコントロールのモンゴル50回でございます。でこうなるとどちらが勝つのって言うとですね、これもやっぱり先輩後輩相通じで、モンゴル食いすぎ野郎の三浦君の方が勝ちます。っていうのはですね、霧馬山君はですね、今場所は返済の場所です。っていうのはここ3場所ぐらいですね、今年に入ってからですね、5月7月9月とですね、もう霧馬山君借りまくってます。借りまくってますんで、今場所あたりでですね、一回全部返済しないとですね、来年の1月場所ですね、大変なことになる。もうさすがにね、3場所続けて借りるとですね、もうちょっと返しきれなくなるんじゃない、もうダブルトリプルになってるわけですからね、もう大変なことになってるわけですね。そしてその次ですね、照強君と岩崎弟君ね、これですね、もう岩崎弟君、田中理事長がですね、なんだかお金を出すようになってきた。まあちょっとこの田中理事長のお話はですね、ちょっと今相撲よもやま話でちょっとやっていきたいと思いますので、明日は、あれですね、とりあえずは翔猿君が勝つということになっておりますね。そして糖尿君とですね、沖ちゃんがですね、やることになっておりますが、これはもう至ってシンプルにですね、150万円で親御町ということになっております。ちなみにですね、あれですね、明日は20番ということで、この親御町のピックアップの5番があってということになります。はい、よろしいですか。で今日のですね、お相撲のですね、よもやま話、まず今日はですね、私20番あったうち、たった
だ10番しか当たりませんでした。的中率 50%、 誠に申し訳ありません。もう本当にですね、令和のクラマと呼んでいただけると嬉しいでございます。ザーマスはよ、こんだけ当たらないともう本当にびっくりしてます。僕も当たらなくなっちゃって、もう大嘘つき、本当の大嘘つきなんですよ。前は7割8割当ててたんですけどね、もう本当に当たらない。やっぱ白鵬ちゃんがね引退するとですね、やっぱりあの情報がですね、もうやっぱり交錯するんですね、相撲賭博のあの暴力団の皆様の間で。ですからね、もう相当相撲賭博屋さんの胴元怒ってますよ。あの白鵬ちゃんのやる嘘ばっかり流しやがってって相当怒ってますからね、これちょっとお気をつけ遊ばせってなっております。さあ、今日はですね、じゃあちょっとお相撲のよもやま話をですね、ちょっと軽くつまんでお話ししていきたいと思いますね。まずですね、テルヤンですね、テルヤンのですね、あの今日の化粧回し見ましたか。で、今日の化粧回しを見るとですね、誰が送ってくれたのっていうとですね、この古川秀政さん、古川古川秀政さんっていうのは、この方はなんだかあの姫路の方のグリーンライオンズクラブの副会長されてる方みたいですよ。まあどういうおつながりがあるんでしょうね。あともう一つのお化粧回しですね、グッドスピードっていうですね、なんか、ね、横文字で書いてました、英語でね。で、これどこなのって、何なのってなるとですね、名古屋の中古車屋さんなんですね。で、これね、何なのって、またこれ何なのってなりますけど、なんで名古屋の中古車屋さんがお相撲の横綱の化粧回しをし送るのってなるとですね、これはですね、日本の中古車がですね、今モンゴルにですね、随分輸出されてるんですね。ご存知でしたか。今日本の中古車というのはですね、海外で結構評価が高くてですね、特に一部のね、ハイパワーな車、例えば R32 のスカイラインの GTR だとか、例えば三菱のランサーエボリューションだとか、スバルのインプレッサーだとかですね、そういうこうちょっとハイパワーな車というのはですね、映画のですね、ワイルドスピードのですね、ヒットの影響があって、アメリカの方でですね、25年以上経った車は関税がかからないということで、25年ルールという形で、もう本当にかなりの数が輸出で送り出されちゃっています。日本の場合はほら13年超えると増税になるでしょ。ですからね、日本の人って13年ぐらいするとね、車一回手放しちゃうんですよ。で、その車がみんなね、向こうに渡っていってしまって、向こうの人が安く買って乗っていると。まあでも、向こうでも相当お金高いみたいですね。まあ、アメリカの話は別として、そういう車に当てはまらないもの、普通のセダンだとか、ステーションワゴンだとか、ワンボックスだとか、そういうのはね、みんな結構ね、モンゴルだとかニュージーランドに行ってるんです。ご存知ですか？でね、ニュージーランドはほら、左側通行で右ハンドルで OK なところでしょ。そのまま持ってくる。で、モンゴルの場合はまだね、交通の便がね、インフラが一定してませんから、右のハンドルだろうが左のハンドルとか構わないって感じで乗ってるんですよね。で、まあここのグッドスピードさんは多分その中古車輸出に一枚噛んでるんでしょうね。ですから、まあその部分でビジネスに乗っかって、やっぱりモンゴル中古車利権、中古車輸出利権というのがあるんでしょうね、という形で今斉藤はですね、取材を重ねております。モンゴルに日本車の中古車が送られている闇をですね、ちょっと暴いてみようかなと思っておりますが、もしお客様でよくその辺をご存知の方いらっしゃいましたら、どうぞご教示いただけたらと思います。それと2つ目、さあ、ですね、今から2ヶ月ぐらい前、名古屋場所じゃないわ、秋場所ですね、後半の方でですね、僕がいつものやってましたね、7勝の相撲と7勝の力士がなんで8勝になるの、この親王朝ってやってた時にですね、ちょっと話題で出してみました。はい、中国恒大集団、チャイナエバーグランデですね。で、ここがですね、言ってましたでしょ、潰れるぞって。あれ、斉藤また嘘ばっかりってね、川原さんそうやって思ってるでしょね、瀬戸内さんも思ってるでしょ、斉藤嘘ばっかりついて潰れてないじゃないって。ですね、昨日ですね、この中国恒大集団がですね、なんと関連会社の IT 企業のですね、株をね、香港の会社に売却しました、300億で。ところがですね、彼らですね、これね、帳簿の上ではね、1500億って乗っけてたんですよ。で、300億で売ったっていうことはですね、1200億マイナスになりますね。どういうことっていうとですね、もうだいぶ買い叩かれてるってことなんですよ。っていうのは、何でもそうですけども、価値のあるものっていうのはプレミアがつくって言って高く売れますよね、何でも。これはもう物であれ、債券であれ、何でもですよ。でも、これ危なくなってくるものっていうのは安くなるでしょ。例えばね、もう今からだいぶ前になりますけども、
JAL、飛行機会社の JAL って一回パンクしましたでしょ。あの時の株券って最後2円とか1円になってましたよね。それこそ紙切れだって。あの状態と一緒です。まだそこまで行っていませんけどもね。それと、ここのね、会長さんの、許さんっていうのかな、の会長のね、家もね、担保に入ってますよね。でね、まあ、今年度中にね、利払いがずっと続くということでですね、来年からはですね、元本払わなきゃならないって僕、前も話しましたね。さあ、払い切れるの？で、これから毎月毎月ですよ、あと11月これやりましたから、あともう12月の後もう一回。要はですね、タコ、オクトパスと一緒ですよね。自分の足食べていかなきゃならないっていう。うん、僕はそうやって見ています。さあ、来年以降ね、元本を払うときに今度何を切り売りしていかなきゃならないのってなりますよね。関連会社の株がこれだけ買い叩かれるとなると、今度自社株が買い取ってもらえるのっていうと、もうアメリカの方では44社このチャイナエバーグランデとは取引しないって宣言してますね。イギリスの方でも宣言してますね。もうここの会社の株いらないって。さあ、どうやって動くんでしょうね。日本のここに関連している会社どうなるんでしょうね。リーマンショックどころじゃなくなると思いますよ。あと、じゃあこの話は本当なのってなるわけでございますね。必ずそうやって疑う方が出てくると思います。エビデンスを見せろってね、まあ、勝手にやっててくださいっていう、そういう方はですね、推理推測ができない、考察ができない、頭がノーテンパーの人ですから、相手にしなくて結構なんですよ。これですね、今中国おチャイナの方でですね、このチャイナエバーグランデに関連している、今ね、関東省だとかあっちの方ですごいんですよ。タワーマンション建てていっぱいでね。ところがね、今建ててる途中で止まっちゃってるんですよ。この恒大集団がね、こんなことになっちゃってて。じゃあどうしてっていうとね、このマンションのですね、内装工事を請け負っている会社さんがですね、もうおチャイナ全土でね、200社だか何百社だかあるんですって。でそこがね、お金払ってもらえないからってんでね、ストップかけちゃって、おまけにね、その仕掛かりした部分をね、お金くれよって裁判かけてるの。すごい件数で出てるみたいですよ。これそのうちここのチャイナエバーグランデの社長夜逃げしちゃうんじゃないですかね。金額が大きすぎて、そして結局会社がパンクすると33兆円っていうね、バックがかかってくるわけですから、まあこういうふうに見るとですね、さあどうなるのって。おチャイナがですね、今何ですか、アメリカのバイデンがですね、チャイナに仕掛けてですね、核兵器がどうのこうのって言ってますけど、核兵器なんか作れるのって。おチャイナ大丈夫って、トンプ21以上のやつ作れるのっていうふうに思っているわけでございますけど、いかがでございましょうか。ご存知の方いらっしゃったらどうぞ私斉藤にご教示ください。さあ3つ目になります。3つ目はですね、あの日大の田中英寿さん、理事長先生ですね。昨日お話ししました。横領の件は立件しないよとなったんですが、東京地検しつこいですね、粘着ですね。なんと自宅から1億円見つかったと、今度は。1000万じゃなくて1億円見つかったと、自宅から。で今度これがですね、過去5年にわたってですね、所得税法違反なんじゃないの、これちゃんと申告してるって税務署に行って、いうことで今度はですね、国税局が動くということでですね、まあいろいろあたふてしてるわけでございますざますよ。でまあ所得の申告漏れっていうと、これ違反の疑いとなるとですね、簡単に言えることは、追徴金と延滞金を払わなきゃならないってことですよね。一体払ってなければ税金払わなきゃダメよって。ですからとりあえずですね、このどうでしょう、所得税法違反で刑務所に入った人っていませんから、今まで日本ではですよ。諸外国知りません、私。そんな諸外国、そんな国連のね、加盟している192カ国全部見てるわけじゃありませんからね。日本ではそういう人いませんからね。横領はいますけどもね。ですからね、ここは追徴金と延滞金払って逃げ切っちゃうのかなと僕は見ています。ということで今日はですね、お相撲を見ました。岩崎兄弟、お兄さんも弟も勝っちゃいましたね。安心したんですよ、安心。今日も昨日も安心、今日も安心ね。田中理事長先生が逮捕されない、これは大丈夫だ。何1億円見つかった、お金がいっぱいあっていいんじゃないの、そのお金もしかしたら僕たちのとこ来るんじゃないのという形でですね、親を町に回してください、理事長先生、先生お願いしますという形でですね、こういう形になって岩崎兄弟は安心しきっているというわけでございます。ついでに重量の阿彦君も安心してるわねという形になってるんざますわよ。さあその次はですね、さあどうしましょう。
あとはですね、教会は反米団体だってこともあるんですね。これはちょっとまた明日に話しましょうか。ね、時間がありません。ね、今日はですね、とりあえずこの3つのお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。今日のお相撲よもやま話。この3つが絡むとですね、特に2つ目にお話をしたチャイナエバーグランデ、これはお相撲協会と絡んでることありますよっていうのは、国技館を建てたゼネコンはどうですかね、そういう部分が絡んでいるのでお相撲協会はちょっとびっくりしている。それが九州場所の客の入りにも影響してるんじゃないですかというふうになってるわけですね。それと今度もう年が明けて1月になりますけどもね、年が明けて1月お客さん入れれるの、いやそれはコロナ禍の問題じゃなくてね、こういうね相撲協会を取り巻くね取り巻きの連中がねお尻に火がついている状態で自分たちも安泰としてやってられるのということになるわけですね。まあその辺もちょっと考えていきましょうね。何かご存知のことがある、またはご意見があればおコメントにてお願いをいたします。さあそれではですね、もうお時間も迫ってまいりましたので、お客様にご挨拶を。はい、姉ちゃん見てるかね、姉ちゃんそろそろ週末入りますんでね、ちょっとあれですよ、煮物をですねちょっと用意しておくようにお願いいたします。弟はねちょっと全然僕にご飯が当たらないじゃないですか。なんでうちの部屋付き親方とかですね、新弟子にばっかりですね振る舞ってですね、なんで実の弟にその美味しいものをですね振る舞わないのか、これはですね立派なパワーハラスメントでございます。ザーマスはよね、兄弟でも関係ないざますわよということになっているわけでございます。さあその次ですね、はい、瀬戸内さんこんにちは、おコメントありがとうございます。もう本当にねエッジの効いた、あれですね、瀬戸内さんのお部屋もあれですね、部屋付き親方と新弟子の大変でございますわね。ちゃんこがまずい、ちゃんこがまずくて食えるか、まるで往年の北尾浩二さんのようなことをおっしゃる新弟子で、将来楽しみでございますけども、必ずあれじゃないですか、親方を蹴っ飛ばして部屋を出てくるなんて、そういう恐ろしいことになってしまうと大変ざますわよ、ね、今のうちにしっかり教育をしておかないと大変なことになるざますわね。うちのですね、蛇蔵部屋もですね、結構危ないことになってるざますわよ。おっかないざます。もう、うちの場合はですね、部屋付き親方がですね、圧倒的に力があってですね、しかもですね、最近新弟子もですね、ちょっと反抗期に入ってましてですね、一番この部屋の師匠の斉藤蛇蔵師匠がですね、一番大変な思いをしているというわけでございます。大変なことでございますね。本当にお互いに本当に嫌な、本当困ったもんですよね、男ってね。困ったもんでございます。さあ、その次ですね。松山親方様、おコメントありがとうございます。困ってるざますわよ、本当にもうおげいちゃんね、大変ざますわよ。どういうことなんざますでしょうね、あの方。まあどうなんですか、いろんなことがありますけどもね、お相撲の方もまあまだ前半戦ですからね、中盤後半と入ってきてどんなことになるのかちょっとまだ分かりませんけれども、またね立浪部屋の方の件を教えていただけたら幸甚です。ありがとうございます。はい、それではですね、松竹さんこんにちは、おコメントありがとうございます。何でございましょうかね、ゲイちゃんですね、小林さんちのおゲイちゃん、もう皆さん本当小林さんちのおゲイちゃんお好きなんでざますわね。なんか好きなんざますね、小林さんちのおげいちゃんね、なんか人気ありますね、一部 のレギュラーコメンテーターの皆さんみんなおげいちゃんのこと好きなんですね。何でしょう、奥様は女性、愛人は男性ということでですね、バイリンガルってこうなるわけでございますね。バイリンガルとかバイセクシャルとかよく分かりませんけども、まあそういう形になっているわけでございますので、もうねそういうところはですねあまりつつかないようにしてあげてくださいザーマスはよって、こういうふうに今の世の中うるさくなってるザーマスはね、まあでもはっきりと本当のこと言った方がよろしいざますわよね。もうカミングアウトバイ氷川きよしってこういうふうになった方がよろしいざますわよね。カミングアウトバイ織田裕二って、これはまずいざますわよ。これはまずいざますよ。これちょっといろいろとですね、事務所関係がうるさくなるざますからね、氷川きよしっていうこの辺ぐらいにしといた方がよろしいざますわよ。ね。はい、その次ですね。はい、中田さんこんにちは、おコメントありがとうございます。中田さんのコメントはなんかやっぱり目つけられてるんですか？普通のおコメントでも必ずキッキングアウトする。3つのうち1つぐらいはキッキングアウトされますよね。エッジが効きすぎてるのか、尖りすぎてるのか、
もうダイヤモンドのごとく硬いのかというわけでございましてですね、大変なことになっておりますけども、体調がよろしくないということで、温かいものを食べてですね、もうゆっくり睡眠されるといいと思います。まあちょっと僕のね言い方正しいかどうか分かりませんけども、ゆっくりお休みください。そのうちですね、ちょっとそちらの方にね出向くことがあると思います。私の車を見かけたらですね、手を振ってください。決して石はぶつけないように。石ぶつけられると本当に大変なことになるざますわよ。本当にね、石だけはぶつけないでください。板金が高い車なんでお願いいたします。そしてですね、川原さんお元気ですか。コメントありがとうございます。ですね、ヤクルトちゃんですね、やっぱりね、ごひいきの相撲さんがですね、何ですか、真剣勝負やってるってね、願いたいのはね、これはお気持ち十分察します。ね、好きなものに対しては善良であってほしいというのはですね、これ人間のですね、もう欲求の当たり前の欲求ですから。ただ僕のようにですね、いろんな変なものばっかり見るとですね、人間がひねてすれてしまうんですよ。ですからね、僕の言ってることはあくまでも笑い話ぐらいで聞いていた方がいいと思います。僕の話聞いてあんまり真に受けるとね、人間が本当にひねくれてしまいますからね。それと寒いですから、温かいお風呂に入ってね、温野菜とか食べて、温かい野菜を食べてですね、冷たい野菜はダメですよ。温かい野菜を食べて、まあ、お肉も魚もしっかり食べてですね、体を温めて、ご自愛ください。はい。そしてですね、山田さんですね、おコメントありがとうございます。大変ですね、貴重なおコメントありがとうございます。またいよいよですね、この中盤から後半に向けていってですね、いつものやつまた始まりますのでですね、準備万端で、おコメントバンバン飛ばしてきてくださいね。ただ石はぶつけないように、痛いですから僕ぶつけると。ナイジェリアのですね、内乱じゃないですからね、投石が趣味って、これはダメですよ。コメントを投げるのはいいですけども、石を投げる投石はいけませんわよ、ということでございます。はい。昭和男児さん、おコメントありがとうございます。貴重なおコメントじゃないわ、貴重な動画を拝見させていただきました。小葉武さんですね、懐かしいです。僕ですね、子供の頃に小葉武さんにお会いしたことがございます。というのはですね、僕の父がですね、放送会って言ってもあれですよ、マスメディア、テレビの方の放送じゃなくて、法律の方の放送ですね、放送会の人間をやっていて、そちらの方のですね、マネージメント関係のですね、顧問の弁護士をしていた時がありました。その関係で一度お食事に、というのがあって、その時に父に連れてってもらったことがあった。まあだいぶ本当に子供の頃ですね、それはね、本当子供の頃でした。小葉監督だなんて思ってて、もうその時はもう広島の監督はやってなかった時ですね、広島の監督の時じゃないです、もう広島の監督を辞めて、野球解説者、野球評論家をされていた時だったと思います。その当時の広島のお話なんかもね、子供ながらにいろいろ聞いて、なんて思ったことがあります。意外とですね、広島の選手とはですね、なぜかちょっとお会いしたこと、衣笠さんとか木下さんとか大下さんとかね、お会いしたことありますよ。なかなかね、大下さんなんてのはちょっと怖い人でしたよ。もうこの人野球選手じゃなかったらね、人形堂の方なんじゃないのっていう感じはしましたよ。何しとんなら悪いって、こんな感じの方ですからね、怖かったですよ。子供心におっかない人だな、このおじさんと思いましたけどもね。まあそんな思い出があります。はい。というわけでございましてですね、他にもですね、多くのおコメントありがとうございます。ちょっと時間の関係上割愛させていただくことをご了承ください。今日もですね、あとはあれですね、昨日のお相撲のですね、ピックアップのお予想も適当に当たって、まあ、適当に外れてというわけでございます。それでは、ファイナルに、エンディングに入りますね。花田勝氏がやっぱり明日も親をっちょ、明日もう6日ざますわよ、早いざますわね、お相撲って。もう本当にあれざますわよ、週が明けて次の週になったらもう千秋楽ざますわよ。どうします、川原さん、あっという間ですわよ、これ。もう今年もうこれお相撲終わりざますわよ、来年になるざますわよ。さあ、それまで斎藤殺されないで生きてるんざますかしら、というわけでございましてですね、白鵬ちゃんもなんだか知りませんけども、警備のお仕事やって飲食やめてくださいなんて看板持って歩いてるざますわね、おかわいそうに大横綱がね、親おちょやるとこんなことになるざますのってことでございまして、てるちゃん親おちょってこういうふうになってるわけざますわね。さあ、それではですね、また私が殺されなければお会いいたしましょう。それでは皆様、さようなら。